2024年8月7日、道の駅ファンお待ちかねの新駅登録発表がありました。今回は8駅登録といつもより多めだった印象です。この8駅を道の駅キュレーターなりに分析して解説していきたいと思います。次々新しく登録されて情報の更新が追いつかないという方も多いと思いますので、2024年のオープン情報も交えつつ紹介します。このチャンネルでは道の駅巡りを始めようと思っている方や興味のある方、道の駅巡りが好きな方に向けて情報発信していますので、ぜひチャンネル登録していろいろな動画を見てみてください。それでは早速スタート。まずは北海道月形町の275月形です。名称は公募で決まりました。道の駅名の数字は隣接する国道番号。このパターン結構全国の道の駅名で使われていて、北海道では5例目です。ただ厳密に言うと施設は国道から少し入った場所にあるので、隣接道路は町道になります。実はもともと1984年にオープンしたキャンプ場や温泉施設などがある海楽公園という既存施設であって、こちらの建て替えも含めたリニューアル計画の一環として今回道の駅に登録されています。このタイプは自治体が駐車場やトイレなども含め全て整備する単独型という方式で登録されるケースが多いですが、こちらもその形を採用しています。既存施設利用は新規で施設を作るよりも安価でできるメリットはありますが、目新しさに欠けるデメリットもあって、どんな目的で道の駅にするかが重要になってきます。今回は老朽化してきた町民保養センターを改修してより観光拠点として運用していくイメージのようです。ちなみにお隣浦臼町の鶴沼もリニューアルを予定しているようなので、どの自治体も札幌方面からのユーザー獲得に本腰を上げている印象です。駐車場は174台、既存日帰り温泉施設の月形温泉ゆりかごがあって、ここに物販や飲食施設、情報コーナーが置かれます。特産品はメロンやスイカ、かぼちゃやトマトなどで、町ではふるさと特産品開発事業で開発の補助を行っているようです。すでにトマトを使ったジュースなどの加工品は人気があるようなので、オープンに合わせて商品開発が進んでいくことを期待したいです。こちらには宿泊施設の月形温泉ホテルもあります。これまで本館と別館に分かれていましたが、本館を解体してここに24時間トイレが新設されました。他にも多目的アリーナやキャンプ場がありますが、これまで公園は冬季クローズしていました。似たような例でお隣の新篠津村の篠津公園の道の駅も同様ですが、冬季にワカサギ釣りを実施するなど冬のアクティビティを充実させている印象です。この辺りどのような施策があるか楽しみなところではあります。滞在型道の駅として注目のスポットになれるか気になるところですが、2024年9月1日の開業が予定されています。続いては宮城県東松島市の東松島です。三陸道大和パーキングエリアの上り線に併設する形で新設される道の駅で、一般道からもアクセス可能ないわゆるハイウェイオアシス型の道の駅です。最近は自動車専用道路上に休憩施設を置かずにインターチェンジに直結して一般道側に道の駅を整備するケースが増えているので、逆に珍しいタイプの施設になりました。駐車場は133台、施設は2棟に分かれていて、メイン施設には物販や飲食、コンビニなどが入る予定です。こちらは建物を2階建てにして展望デッキが設置されるようです。ブルーインパルスでおなじみの航空自衛隊松島基地があることから、こちらの眺望も楽しめそうです。2階建ても昨今道の駅のトレンドになっていますが、1階が物販、2階が飲食という構成になります。およそ100席を予定しているようなので、ある程度ゆとりはありそうですね。もう一方には観光案内所やトイレ、休憩施設などが入ります。イメージ的には2023年にリニューアルした岩手県の山田のような雰囲気でしょうか。特産品はやはり海の幸。東松島市には7つの漁港があって、四季を通して様々な魚介類が水揚げされます。中でも海苔や牡蠣の養殖が盛んで、メニューに加わるか楽しみです。友好都市の産品も扱う予定とのことで、山形県東根市や
北海道サラベツ村、福岡県豊前市などの商品も置かれます。道の駅がある自治体もあるので、うまく地域間連携ができることを期待したいですね。ちなみに機体が展示されると報道されていたブルーインパルスですが、状況が変わってきているようで、オープンには間に合わないのではという話も出てきています。市議会の定例会の中で市長が、展示用の機体が岐阜にあって輸送に時間も経費もかかるのですぐには難しいという趣旨の発言をしています。すぐ来ないのであれば、本市には砂像の第一人者がおりますから、砂像で作るのも一つの手かなと思っております。果たしてどんな形になるのか気になります。オープン時期は2024年10月完成の11月末オープンの予定です。続いては関東です。埼玉県桶川市の紅花の里桶川。紅花というと山形県の最上紅花がよく知られていますが、桶川一帯も江戸時代全国有数の産地として知られていました。道の駅の裏手にも観光用の紅花畑があります。桶川は中山道の宿場町も置かれ賑わっていましたが、道の駅ができるのは新しく国道17号バイパスとしてできた上尾道路に隣接しています。駐車場は237台、交通量を考えるともう少し台数を確保してもよかった気はしますが、滞在型の道の駅ではなさそうなので、運用で何とかするイメージでしょうか。今回整備事業を請け負ったのは茨城県の常総や千葉県の木更津馬二の里の指定管理を行っているTTC グループ。今、道の駅界隈で注目されている企業です。商品やメニュー開発に定評があり、その地域にとどまらず、県レベルでバラエティに富んだラインナップを自社ブランドで開発して揃えられる強みがあります。特に桶川は目ぼしい特産品がないので、同じくリニューアルを進めている小川町と合わせて、オール埼玉で売り場を構成しそうです。敷地内には屋根付きのイベントスペースやイベント広場を設けています。さらにドッグランや展望台などもあります。 TTC が手掛ける道の駅にはその地域を代表する特産品のオブジェが置かれますが、確定情報ではないながら紅花が有力でしょうか。立地的にも話題性がありそうなので、オープン直後は混雑しそうですね。オープンは2025年3月の予定です。こちらも関東から、山梨県身延町の西島和紙の里神すきパークです。身延町には道の駅身延がありますが、新たにもう一箇所加わりました。何か差別化を図る意図かと思いましたが、身延もクラフトを前面に押し出しているのに対して、こちらも伝統工芸の西島和紙の神すき体験が売りと、大きな差はなさそうでした。既存施設の改修ということで大きく様変わりはしないようです。西島和紙の歴史は戦国時代まで遡り、武将武田信玄にも献上されていたといいます。和紙をテーマにした道の駅はいくつかありますが、そのどれもが神すき体験を行っています。こちらは予約なしで様々な体験メニューが用意されているのもいいですね。ただ和紙だけだとなかなか特色が出しづらいデメリットもあるので、何か気軽にできる仕掛けが欲しい気はします。駐車場は135台、RV パークや EV 充電施設も置かれます。屋外公園もあるのでファミリーでの訪問も良さそうです。物販のほか飲食施設も入ります。これまでと同様であれば、郷土料理を前面に出したメニューが味わえそうなので期待できそうです。生産量が少ないため幻の大豆とも呼ばれるあけぼの大豆を使ったコロッケなども気軽に味わえるテイクアウトメニューになりそうですね。オープンは2025年4月以降を予定しています。続いては久しぶりの中部エリアから、愛知県日進市の町テラス日進です。日進市というと名古屋やトヨタのベッドタウンという印象がありますが、実際住みよさランキングにも登場する住みやすい街であるのは間違いなさそうです。また子育て支援が手厚いこともファミリー層に人気のある理由のようです。そんな都市化が進む地域なだけに、道の駅設置は順風満帆とは言えませんでした。用地に建設が着工されている段階で、住民グループが道の駅建設の是非を問う住民投票実施のための署名活動を行い、一度は署名数に達し市に提出されましたが、
その後無公表多数のため行われなかった経緯があります。それでも1万を超える署名が集まったのはある理由がありました。当初20億円と見積もられていた予算は資材費の高騰で30億円まで膨らみました。商業施設が周辺に点在していて売上的にも苦戦が予想されるため、オープン前から負の遺産とネガティブキャンペーンが貼られたのもここまで反対意見が集まった要因かもしれません。では何を目的に整備をしたのでしょうか。防災用の備蓄倉庫やヘリポートなど防災装備の充実は見られますが、実は2019年に国土交通省が地方創生の核になる重点道の駅として日進市の計画を選定しています。その中で出てきたキーワードがこれです。商業施設としての側面より地域の核になる賑わいの場を作ることに重きが置かれています。特産品開発や観光振興に関しては栃木県の地域商社として実績のある宇都宮ロマンチック村を運営するファーマーズフォレストが指定管理者になったので、過去のノウハウを含めてうまく展開できそうです。既成のものではなく一から魅力を積み上げていくという意味では、どんな拠点になるのか長期的な視点で楽しみたい道の駅です。オープンは2025年夏頃の予定です。次は近畿です。兵庫県三木市には与川ができます。こちらも既存施設を道の駅にした整備ですが、施設の老朽化の改修というよりも付加価値を加えてより集客を狙う感じでしょうか。昨今のトレンドである防災機能や子育て支援機能は置かず、観光に特化した点も珍しい印象です。メイン施設は2棟。まずは特産品の酒米山田錦をアピールする山田錦の館、物販や飲食施設があって日本酒のアピールを行うコーナーもこれまで同様設置されます。日本酒が売りの道の駅は全国に何か所かありますが、こちらでも試飲ができるスペースが設けられています。ただ日本酒自体の需要が減っているのと、マイカードライブ向けのコンテンツではないので何か目新しい仕掛けは欲しいところです。続いては珍しい炭酸泉が楽しめる日帰り温泉施設、与川温泉与川炭です。こちらは露天風呂や家族風呂があるかなり立派な施設で、足湯も併設されています。夜22時まで営業しているのもありがたいですね。軽食があるのも地味に嬉しいところです。こうして見るとすでに道の駅としての機能は満たしている印象ですが、道の駅に登録されることでさらに誘客につなげたいところでしょうか。こういった場所は固定客である程度売上げのベースは作れるので、人気の高い温泉付き道の駅のブランド力も使いつつ県外からの利用者を増やす戦略でしょうかね。今後改修工事を進め2025年4月以降に道の駅としてオープンする予定です。続いては四国です。高知県東洋町の道の駅東洋町です。徳島方面から国道55号を進むと高知との県境に位置する海陽町に宍喰温泉という道の駅がありますが、東洋町までは距離にしてわずか 3.5 キロしか離れていません。こんなに近いのにと思われる方が多いかもしれませんが、実は海の駅としてもともとあった施設が今回道の駅に登録されました。面積はおよそ6600平方メートル。今回登録された8駅の中で一番敷地面積は小さいですが、駐車場は164台分あります。これは目の前が海水浴場になっているためもともと台数が確保されていたんでしょうね。物販・飲食施設のほか芝生のキャンプ場もあってのんびり滞在が楽しめます。海に近いだけあって海産物の販売や食堂では刺身定食なども出しています。特産のポンカンを使ったソフトクリームも人気のようですね。またこの道の駅にはバスと鉄道が同一車体を使って走る DMV リアルモードビークルの停留所があって交通結節点になっているのも特徴です。ちなみに海に近すぎるため防災機能の強化は加えられていませんが、すぐ近くに津波避難タワーがあるので念のため覚えておきましょう。施設管理の条例改正案が議会で可決された後、
正式に道の駅に変更されるようで、早ければ2024年秋には正式オープンするかもしれません。最後は九州から。佐賀県上峰町の上峰です。こちらは新設で建てられる道の駅ですが、2019年に閉店したイオンの跡地に作られるようです。周囲には商業施設が数多くあって、観光スポットの吉野ヶ里遺跡にも近いという地理的メリットもあります。実はこの跡地活用の話は道の駅以外にも及んでいて、スポーツ施設や定住促進のための住居、教育施設などもこのエリアに作られる予定です。民間の PFI 事業として整備されるので、町の負担も少なく、中心地の再整備と合わせた計画になっています。建物も2階建てにするなど、限られたスペースを有効に利用するようです。さらに防災機能はもちろんですが、保育施設など子育て支援機能も充実させた印象です。これまで九州の道の駅の印象というと、農水産物直売所が充実した場所が目立っていましたが、ようやくこういう地域センター型の道の駅も出てきた感じでしょうか。飲食などの詳細は発表されていませんが、近くの道の駅吉野ヶ里でフルーツショップを運営している果実工房新さんが運営を行うという話もあり、興味深いところです。カフェやフルーツサンドなど名物も多いので、洒落た雰囲気になりそうですね。オープンは2025年3月が予定されています。さて、発表された8駅を見てきました。この他まだオープンしていない道の駅のオープン日をまとめてみました。秋から冬にかけてまた増えそうです。どんな道の駅になるか楽しみですね。道の駅兄弟では新駅訪問して今後もレポートしていきたいと思います。